はい、えー、34年生の硬室をとっていきますけれどもまずね、えー、12年生も34年生も56年生もそうですけど全体よーく見て、えー、っと一つ一つ、まあ、指でなぞるぐらいやってもいいと思いますよ。あの鉛筆でなぞっちゃダメですけど、うん、それであのここはここからどういう風にこちらに入ってるかなとかそういう流れっていうのをこう自分で やっぱなぞってみないとっていうかこう手でこう一旦一緒に書いてみないと何ともうん見て,見てるだけで結局頭に入ってないっていうところが結構ねあると思うんですよ。私もそうですね。なのでちょっとうんみ見るっていうところよく見るそう見れてるようで、うん、見ているようで見れてないっていうのかな多いと思います。 はい、えー、それではいきますよ。あのちょっとマスの印刷が薄いんですがここにこうにありますね。えー、っとこの「はー」みたいなこうカタカナの「はー」みたいな感じですけど「8みたいな感じでもありますね。少しこう上がり調子でも構いませんこれはねまだ最後の字ではないのでねここからこういうふうに来てこうです。ぎゅっと。でこういうところは徐々に強くなるような感じ。 で持ってきてくださいで難しいですねこの円という字ですね四角い中にこの,この四角いマスの中ですけどこの四角を書きますねこういう感じで少しこう外に出ていくぐらいな感じで持ってくるとやりやすいかなと思うんですがまあこちら右側を少し長くしておくことそして なるべく上から詰めるように、ここはね、あのー、書いていきます。ここで、やっぱり、隙間がね、どうしても多くなると、下にずれ込んできて、ここが辛くなりますよね。最後、ここ、開けた状態、ここもまあ、余裕があるといいなって感じで、こういう風に終わりたいわけですよ。だから、この位置で、なるべくこのぐらいな感じで持ってこれると。 で、トントンですね。そう、ギュッとこれは横に張るように、こっから下にこう行かないことね、ギュッと横に張るんだっていうところをしっかりやってください。そうすると、この辺に隙間が、大きな隙間が空きますね。大きな隙間が欲しいです。なるべくすっきりさせるためにね。ただ、こういう字って、あの、いつも言いますけど、こういうところの隙間も結構大事だから、あの、目いっぱいこう、 端から端までこうしちゃダメですね。そういう風にするとあのあまり綺麗じゃないです。余白やっぱり綺麗に取っておきたいところもあります。で、ひらがなですね。こうです。そう力加減。このあたりはよく見てください。はい、歯です。こうしといてこちらからで上ですけど、早めに曲がります。ここ見ておいてくださいね。少し隙間ができてると思います。こう。 そうでえー、っと野鳥というのがちょっと難しいかな、えー、まず真ん中の線を気にしておきますそして入り出し左から必ず打ち込みはありますねこれ必ずこう引いてくださいそしてこう下にこう入れてこうこちらからでこちらですよこの動き難しいですよねなかなか、うん、難しくてできないと思うんですがちょっとこれをやってみる まずここでそしたらどうしたらいいかって言ったらこれはこう上にぶつけてくるようなふわっとこうかぶせてくるような感じがいいですそしてここのライン真ん中のこの線あたりでいいのでここからキュッとこれと同じ分内側に入ってあげると思ってください。で長さ同じぐらい長さ取ろうと思うと必ずこれ右上がりになってるのでこっちって短くなるはずですよね。 でこの状態でででいいんですで横の線っていうのはあとはあのー、上に上がっていきますねこうに変なわけですからこちら側全部がこう上に上がっていきますなのでここを上がって上がって次縦がありますので縦はしっかり入れてブレずにこの辺りですね えーとこれ長くしすぎない方がいい方がですなぜかっていうと次横があって次ですね下からギュッとこういうラインでくるんですよ。これが長いとやっぱりこうここはここ全部平行ですよね平行大体いい平行でこうに来てでもこの子をほら 平行じゃない。これ崩してる感じ。もっと角度がついてますよね。そうだから余計にここあんまり長くしすぎるとちょっと飛び出やすいんですよ。ここの隙間とか綺麗なんです。ここの開き具合ねからしっかりと開けてあげられるようにしたいです。それからこういう風うにちょっと上がっていくようなイメージで構いませんのでこういう風うにふわっとしてきゅそうそして こっちもふわっとしてここしっかりとしっかりとしてこうです。で、ここ見てくださいね。隙間を開けることです。こういうとこの隙間ですね。これがこうしてこういう風に沿ってしまったりすると、ここがカチンって硬い感じしますよね。これをふわっとさせること、そして隙間を作る。そうしたらなるべくギュッと入れて外側に行きたいんです。こういう風うに回りたいってことね。こういう風に。 これやりがちなのはこっからこうに来たらなんかこうにしてなんかこっち側に行きたくなるみたい分かりづらいかなえっ、ー、とねこう来るでしょこうせっかくここまで綺麗にできたとしてもなんとなくこれがこういうふうになるとここがなんか開いちゃうってどちらかというとこっちに隙間が欲しいですここよりもねこっちと思ってください うん、そうするといいと思います。えー「鳥」という字ですね。こうあのちょうど中心線あたりにこういう風に入るようにしてこう払いますね。で払った先からこういう風に入ってきます。そして上がります。ギュッと締めて。上がって上がって上がってこれも上がってまた締める。これ上がるばっかりですね。上がって上がってって。で12。 2 3 4, です4点目一番大きくて、まあ、2点目2点目じゃないや1点目がその次ぐらいかなっていう感じで真ん中ちょっと小さめかなっていうぐらいですねそして徐々にこういうラインで上がっていきます大きさと角度両方ね同時に見てみてくださいそうしたらちょっとじゃあ次いきますねえー、ひらがなです のためはいえーと汚さないように何かねここねいといてくださいね、えー、のですこう入ってくださいこういうあの位置関係です真ん中の線あのー、聖書用紙には真ん中の線ないのでそれはあの練習の時にねこういう風に引いてやるといいんですけど ここう入れてこちらに来ますよね。で、上がってこうですそしたら真ん中あたりでこう切れるようにうんそしてのの先からなるべくこういうイメージを持っておくといいですのの払った先からこう持ってきてこうですねでこちらとこちらみたいなそういう感じうん はい、目です。目はこういうふうにふわっときますね。でうあの上からこうです。この関係をあの覚えてくださいね。これよりこちらが高くってこういう形で交わってる。でこう少しでいいです。ここ少し上げといてこういう感じで広がっていきます。 でこういう腹打ちっていうのはたいこうここが広くなってこう真ん中辺りで切れることが多いですね真ん中をこすっていうのはあまりないのであのビヨーンってこうどうしてもねぐるんとかやりやりたくなっちゃう子はねその辺りちょっとねいつも真ん中を意識してくださいそ,うそのぐるんってやりやすい子はうんと結構曲がりやすかったりしますね あの中心がずれてグニョグニョグニョって曲がりやすかったりするのでいつも中心で切ろうとすることすこれもそうですねトントンってきたらこの辺りですっと切れます、うん、少しこういうラインで持ってこれると思っていいかなここはこういうふうにね、えー、箱ですねえ竹冠1個目2個目って少しちょっとあの高くなるようなイメージにしますなので目いっぱい上からやっちゃうと あの入らなくなくっちゃうのでちょっとだけ下げてるかなっていうぐらい少し上がっていけるようにっていうことでちょっとこういうラインですねでこちらこうでキュッとこれはあの下に行かないように、えー、草冠とかと一緒ですね123ってやるときも下のこの邪魔をしないようにこう横に逃げるような形ですそして横に行ったその先にこれがこうやって持ってこれるといいですね払った先 いいいつもこの子の子次角がいるというそんなイメージでこうですです2つに割ってその時にここのラインがき,きれいにできるといいかなこれ下にビヨーンって長くなるとあんまりかっこよくないのでこういうラインで持ってこれるようにでこうですねちょっとかぶせるようにしてギュッと持ってきます。トントントンこれでいいですね。 えー、です。キュッとして、ストーン。こちらから、すっ、こんな感じですね。えっ、ー、と、次、森にかけ、かけてます。かけてます。最後の行ですね。ちょっと、長くなっちゃったかな。えっ、ー、と、森という字ですね。えっ、ー、と、3つ、同じ木という字が出ますけれども、こ頭し ししかりと出ててあげてこれ短くします下にまだこう続きますからね邪魔しないようにそしてこう角を半分に割っていきますこれはまあ、うん、ちょうど2等分ぐらいかな角をねそして次はギュッと下から突き上げるような感じでこういうところ入れ込んでください縦のラインをこここういうところに入れ込んどいてこれもそう先ほどの払う えと箱の部分の,あの木と一緒ですね。こちらがこういうラインであの長すぎない方向をねよく見てください。で、トンですね。トンってやるとこの位置も見てください。少し下がってるはずです。ここに隙間。なぜかというと次ここに入れ込みたいです。こう入れ込んでこう。で、ここも入れ込んでこう。で、入れ込むことでばらけるのを防いでくれますから。 これもちょっと長い方がいいな安定感があるようにここは浮かないようにしましょう下の部分ね見といてくださいいつも地面と同じだよって言ってまっすぐだよねって言ってたあれですねえー、っと右の子が浮いてしまうとどうしても安定感が悪くなりますのでちょっと同じ長さぐらいまでちゃんと下ろしてきてあげる そ,そして、ここにはちょっと隙間ができるように、こういうライン、こちらは、あの、左はこちら、右はこちらで、こういうラインが、あのね、できるようにするといいですね、えー。2ですね、こういうふうに切って、力の加減、これもね、よく見ましょう。優しいところから強いところ、それ、ひらがなのとても美しいところ、こうきて、こうですね、古典のところとかね、おろそかにしないように。 こうしといて、ここからのこうです。消えてます。こうしてこうここからスッと一点きゅっとこうですね。はい。で、三四年生、三年小三です。 小3小4そう明日からようやく学校ですねまだまだあの分散登校ですけどねはい稽古も明日からあの少しずつ始めますのではいでは皇、えー、室ね頑張ってみてくださいはい失礼します